音訳グループ空でした。空では町立図書館で広報茶壇を収録した音源の CD の貸し出しも行っています。詳しいお問い合わせなどは茶壇町社会福祉協議会までお願いします。音訳ボランティアグループ空でした。音旅ラジオ始まります。おはようございます。10月13日音の葉ことの葉音旅ラジオ FM 二来本スタジオより生放送にてお届けします。日曜の夜にお聞きの方は再放送でお楽しみいただいております。パーソナリティはさこです。はい、皆さん1週間ぶりでございます。いかがお過ごしでしょうか。沖縄だいぶ涼しくなってきましたね。と言っても暑いけどさまだねエアコンつけてますね。クーラーねつけてますよでもね明け方はやっぱりねちょっと肌寒いし、私喉がねちょっとガラ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 ってガラガラしてます、うん、だからそうね、まあこうやって少しずつ秋へと向かっていくんだね。でもさ気になるよね、今年台風が沖縄本島来てないよね。気になるね。なんだろうね、やっぱりちょっと異常気象なのかななんて思ったりもするんだけれど、まあこの辺はねもうお天道様しかわかんないねはい、さあまあ少しずつね秋のまだ足音はちょっと程遠いけどさでもなんかちょっとかすかに聞こえてきたっていう感じなんですけれどね。そこで今日のメッセージはまあまだ秋じゃないけど暦の上では秋ということで、秋ですなの後に続く言葉をですね皆さんから募集します。ぜひぜひ待ってますよ。秋ですな点点点、私はね秋ですな、食欲の秋ですが、それに反して私は今ダイエットに励んでますこれ何回目ね、これ何回目、今年入ってもうねずっと言ってるよ。でもね今回はねこれも言ってるよ今回もでもねちょっとね今回はやる気っていうかいつもだけど前先々週ぐらいに話したじゃない、卒業式とか入学式に向けてねスーツを2サイズぐらいね下のサイズを購入したんですよ。それをねやっぱり着たいわけよ、どうしても。でイメージしてるわけ、これを着ている私を。でねそれの今延長でねまあこの間まではスーツをかけて意識の改革からと思ってそれから始めてたんですけど、いよいよね今回が何日か前からかね緩い糖質制限、もう本当に緩いねねご飯の量をちょっと減らしてます。少しずつだよ。ねこれ私思ったんだけど、パッと変えるとなんか糖が多分脳がね多分気づくんだはずだから脳がね気づかないように少しずつやってます。そしたら多分気づかないうちに脳がダイエットモードになってるはず。
いきなりやるとね、多分脳はね、いやこれダメでしょって勝手に多分なんかわけわかんないけど判断するんだはずよくわからんけどさそんな感じで今ねダイエット励んでますよ。はい、さあそういうわけでね、秋ですなの後に続く言葉、もしよかったらメッセージください。もうぜひぜひください。そしていつものメインテーマ、小さなハッピー、あなたが見つけた小さなハッピー教えてください。メールアドレスは fm79@fm-nirai.jp、そして FM 未来のホームページからもリクエストフォームからね、番組へのメッセージお送りいただけます。ぜひぜひ待ってますよ。そして私ツイッターもやってます。そらさこで検索してみてください。はい、なんだっけ、インスタグラムもやってます。ぜひね、そちらにインスタやツイッターでいただいたメッセージなんかもね、こちらで紹介していきますので、よかったらぜひぜひお待ちしてます。それでは、あ、もちろんね、そうそう、あれよあれよってあれ、このメインテーマ、小さなハッピー、そして秋ですな以外のメッセージでももちろん待ってます。そして再放送をね、日曜の夜に聞いていただいた方からのメッセージももちろん待ってますよ。はい、24時間受け付けてますからね、お待ちしてます。それでは今日のオープニングナンバー行ってみましょう。スピッツで、アルバム蜂蜜からロビンソン。はい、今ね、ラジオの方では音楽流してます。音楽聞きたいという方はぜひね、ラジオの方で、聞いてくださいね。ユーストリームではね、ごめんなさい、音楽が流せないんですよ。
音の葉琴の葉音旅ラジオ FM 二来の本スタジオから生放送でお届けしています。日曜の夜にお聞きの方は再放送でお楽しみいただいております。はい、お届けした曲は、スピッツでロビンソンでした。はい、なんか宇宙の風を感じたかしらはい、ちょうどねグッドタイミングで、そうそう、あのメッセージが届いていまして、はい、これはそうだね、はい、HAP さんから、はい、来たメッセージなんですが、ですね、はいはい、行きましょうね。ラジオネーム HAP さん、つい昨日、12日のこと、直径数十メートル程度の小惑星が地球に大接近したそうですよ。月よりもかなり近い距離なんだそうですよ。肉眼では見えなかったらしいのですが、でもこういう話は男子的にはワクワクしますね。女子的には流れ星の話がいいのでしょうか。かっこ笑い。と秋も深まり、夜空が透き通ってくる季節になりました。これまで帰り道はせいぜいお月様程度しか目にしていなかったのですが、これからはちょっとお星様も気にしていこうかなと、てんてん、小惑星の記事を読んで思いました。ではでは。はい、HAP さん、ありがとうございます。そうなんですね。私知らなかった。あ、でもね、あ、今ね、ちょっとネットニュースを開いているんですけど、これのことかな。そうですね。家一軒程度の大きさって書いてますね。いやでも異常接近だったんだね。まあこの小惑星が地球に衝突する危険性はないが、専門家にとってはなんか衝突を想定した予行演習の絶好の機会だというということでね。なるほどね。あ、まあでもこれは何過ぎたんだよね。あ、で大接近したそうです。だから過去だね。なるほどね。なんかね、本当にね、私男性だけじゃないですよ。こういうなんか惑星とかにちょっとね胸躍るというかねなんていうのかな、夢があるというかさ、神秘的というか幻想的というか、宇宙のことって全くもう行ったことないから全然わかんないじゃないですか。なんかね、こうワクワクします。で、私結構ねこういう宇宙系の歌とか好きなんですよ。で、これ TM ネットワークがね、そういう星とか宇宙とか惑星とかそういう歌が多くて、学生時代、中学校時代から結構よく聞いてますね。なんかね、空を見上げるとなんとなく気分が落ち着くというか、はい、かぐや姫かあの星に帰り、あのお月様に帰りたいとか、それはないけどさでもなんか、空を見上げるとね、気持ちが落ち着きますよね。リラックスするからね。まあまあ、ありがとうございます。本当ね、夜空が透き通ってくる季節になりましたよね。ここから、まあ、天体観測なんかもね、とてもいいんじゃないかななんて思いますけどね。はい、HAP さん、メッセージありがとうございます。再放送を聞きますねということで、メッセージありがとうございます。さあ、ではここでまた1曲ねお届けしたいと思います。続いての曲はね、キラキランチュさん聞いてるかな、聞いてるといいんだけれど、先週ねリクエストいただいたんですけれど、先週ねちょっとお届けできなかったので、今週お届けしますよということで、はい、キラキランチュさんからのねリクエストですね。こちらはちょっと待ってよ。はいはいって準備ができない、なんでかなあれ、ちょっと待ってよ、今準備してるからさまあよくあることなんだけどね、私ね、あれおかしいね、曲がかかるかな、準備できたかな。あ、はい、できそうですね。キラキランチュさんからのリクエストで、レイさんで鼻歌。
ごめんね、キラキランチャさん、せっかくリクエストしたんだけど、ちょっと最初の前半がうまくいかなかったね。よいしょ。音の葉琴の葉音旅ラジオ FM 二来本スタジオから生放送にてお届けしています。日曜の夜にお聞きの方は再放送でお楽しみいただいております。お届けした曲はレイで花歌でした。ごめんなさい、ちょっと曲の始めね、音がちょっとね飛んだり聞こえなかったりしてましたね。ごめんなさい、私の操作ミス、すみません、ごめんね。はい、またねちゃんと機会があったら最初からねかけ直したいと思いますよ。ありがとうございます、失礼しました。さあここから毎回私さこが気になる話題や見聞きした情報、日々の暮らしの中で見つけた、ことについてベラベラっとゆるーくゆるーく話すコーナー、あまはじでゆんたくはんたく。それでは今朝も行ってみましょう。お茶でも飲みながらどうぞ。一杯目の話題、はい、10月、そうか、先週ですねこの番組でも告知したんですけど、番組ラストの方でね告知したので、再放送でお聞きの方はちょっとね、再放送少し時間が短いのでね、もしかしたらちょっと途切れてしまってたので聞いてない方もいらっしゃるかと思うんですが、
10月9日にですね、チャタンのヒルトンがありますよね。ヒルトンで、ヒルトンって、ヒルトン、ヒルトンって、ヒルトンチャタンで行われた、あの、講演会があったんですね。行ってきました。平岡ファミリーさんの講演会だったんですけど、どういった講演会だったかというと、皆さん、発達障害、という言葉もね、たくさん今、テレビや、などでね、よく、聞くので聞いたことある方多いと思うんですが、その発達障害という、ことでね、そのテーマをもとにですね、お話が進んだんですが、今本当ね、発達障害という言葉見聞きする機会が本当に増えたと思うんですが、そうだよね、本屋さんなんかでもそうですね、大人の発達障害というタイトルとかでもね、よく見かけるんですが、生活のしづらさがあるという基準で診断がつく発達障害は本人だけに原因があるわけではなく、周りの環境にも左右されてしまうということで、もしかしたら身近にも生活のしづらさを抱えている方がいるかもしれません。発達障害をお持ちの方の生きづらさを軽減するため、ご本人やご家族、周りの人ができることを考えてみましたということで、その講演会では発達障害に家族という立場で関わっているマーズの平岡夫妻に講演していただいたということなんですが、はい、目から鱗の講演会でした。発達障害ってなんて言えばいいのかな、すごく分かりにくいっていうのもあるのかなと思いました、聞いてて。そのくらいなら忘れ物をしやすいとかね、そういうことなら私も心当たりあるしとか、ちょこちょこねあるしとか、でもその辺のねラインっていうのはちょっとわからないんですけれど、本当にそれがきっとね、とても困っている、そういった忘れ物が非常に多かったり、あとね、後片付けができなかったり、あと行った行ってないとか、やったやってないとかのね約束が守れなかったり、あとね場違いな表情なんかもその見受けられるということで、そのね発達障害の話でちょっと一つ驚いたのは、なんていうのかな、怒っている時にすごく場違いな表情をすることがあるらしいんですね。で本人は分かってるんですよ、心っていうか、こう怒られているというのは状況は判断しているんでしょうけど、やっぱりその場にふさわしくない、例えばなんていうんですかね、フリーズっていうんですかね、こう固まってしまったりする、そういうのはねフリーズしてしまっているだけで、その怒られていることに対して反抗的な態度を取ったりしてるとかいうわけではなくて、こう本当にフリーズしてしまったりしているっていうことでね、なるほどなーって、私すごくね、そういうこともあるんだなーって、なんか怒ってるのに反応してないからこれ全然響いてないんじゃないかとかって思って、さらに叱ったりするのはやっぱり NG なんですよね。そうじゃなくって、整理できてないんでしょうね、きっと頭の中でね。だからそういった時にもう矢継ぎ早にこう言葉をねかぶせていくと、本人はもう本当に余計にたちまちパニックになってしまっているっていうね、そういった状況があるのかなと思うと、やっぱり私たちって本当にだからなんていうのかな、そういったことはしっかり踏まえてね話をする必要もあるのかななんて考えたりしましたね。あとそうですね、この講演会のこのね平岡ファミリーの方が話してたんですけど、はもうその火星人と地球人ぐらいこう考え方がね離れて、考え方っていうよりそのストレスに対してとかそういったものに対して全然違うんだってことでね、我が家の火星人とかっていうお話をされてたんですけれど、火星人っていうとなんかねやっぱりなんていうのかな、そうだね、
もう全然この文化が違うっていうのかな、そういったことでトラブルが起きたりするので、でもそのね特徴を捉えてそう接し方を変えていくことで全くこう状況が変わってくるっていうことがね今回の講演会でよく分かりました。うん、だからやっぱりね周りがこう発達障害っていう、私ね発達障害って言葉あんまり好きじゃなくて、好きじゃないっていうかすごく違うなって感じるんですよ。発達、その平岡さんもね話されてましたけど、発達デコボコの方がねまだちょっとしっくりくるのかなって。でも私はそれでもまたなんていうのかな、発達がどうこうっていうよりね、そうではなくって個性の一部だとして捉えて、特徴っていうのかな、人それぞれ特徴があるじゃないですか。そういった特徴としてもっとね何か違うとか違うくないとか、そうじゃなくて普通だって、普通とかっていう言葉もちょっとねどうかと思うし、普通ってじゃあ何なのって、うん、きっとまあね、大体まあみんながそういう行動だからそうなんでしょうとか、そう考えるからそうなんでしょうとかっていうことももちろんあるんだけれど、でもその普通っていうのが当てはまらない、人たちもいっぱいいるわけで、うん、だからってそれをなんか障害だとか、そう発達障害だとかね、そういったふうに捉えるんではなくて、個性だとか特徴だとかそういったふうに捉えていくことで、ね、うまくこの状況に対応できていくことがきっとできると思うんですよ。調和していくっていうのかな、うん、そういうふうに、だからみんなが要は火星人からしたら私たちの方が異星人なわけですよ。だからで、ね、そうやってくくるんじゃなくって、その人のそれぞれの特徴だということで、こうやってもっとなんか理解していくために接し方とかね、そういったものをしっかりもう少し私たち勉強していく必要があるんじゃないかなと思いました。うん、まあ、ごめんなさい、なんか伝わったのか伝わってないのかあれなんだけれど、うん、今回ね講演会を通して私が感じたことは、もう少しね発達障害ということをしっかり私はちょっと勉強して、もう少しこの番組でも深くね掘り下げていって、そうだね、発達障害について詳しく知っている方とかをねゲストさんにお迎えしてお話ししていく機会やチャンスなどもね作っていこうと思ってます。はい、これはもう早い段階でねそうしていきたいなと思います。発達障害だからっての、あそう発達障害の方たちって何かにすごく突出していたりするんですよね。興味があることだったり、そういったものをどんどん生かして社会にもっともっと生かしていけると思うんですよ。これ本当に真剣に私すごくそう思うの。だから要はなんていうの、すごく何かにのめり込むっていうことも、これはこだわりとかっていう言葉じゃなくて、ストイックってかっこよく言えばストイックでしょ。うん、体を壊さない程度に、それをまた周りがね手助けしていったりすることも大事だろうし、うん、なんだろう、とにかく私これはねすごくいろいろ考えさせられたので、これからもっともっと時代は変化していくからね、でそういう今まではきっとねそういう方たちってなかなか理解してもらえなくって、ね、表に出られなかったりすることも多かったかもしれないんだけど、そうじゃないっていう感じでね、もっともっと私この番組でしっかり向き合っていきたいと思うので、はい、そうね、もう年内中にはできるだけもう少しね掘り下げていきたいなと思います。はい、というわけで、私は今回ねヒルトン茶壇で行われた発達障害のねセミナー講演会に足を運んできましたということで、はい、マジでユンタクハンタクでした。さあ番組押してます、あと20分ぐらいしかないよ、大変さあ後半のコーナー、ここから後半のコーナー行きてみましょう。